上司って言ってもね、こういろいろ部位はあるんですけれども、まあ手の先からね、この前腕上腕含めて、この辺から体がね、どのくらい変わっていくのかっていうのをちょっとこう皆さんに見ていただきたいなと思うんですね。特にね、やっぱりこの辺って、まあ無視は皆さんしてないですけど、案外ちゃんと考えてない先生が多いんですよね。みんな体幹ばっかり触っているので、そうじゃないっていうところでね、手からちょっといろいろ変えてみたいなと思ってます。はい、やっぱり今までこう患部っていうね、その特定部位だけしか見てない先生って多いと思うんですよ。で、その痛いところが悪いところっていうね、もう一番原始的な考えだと思うんですけど、その概念をね、ちょっと取っ払いたいんですよね。だから今その患部を触って治療されてる先生に特に見ていただきたいですね。他部位から特定部位を変えるっていうね、そういうことができるので、ちょっと今何かいろんな療法で行き詰まってる先生に見ていただきたいなとは思います。いや、まあそんな力入ってないけどね。なんかでもとても楽しいメンバーで、なんか非常に僕もちょっとうるっときちゃったね、正直。いつものセミナーと違うのはね、みんなが俺のこと好きだったっていうこと。今まで違うやつ入ったんだよ。こいつどんくらいできんのかな、まあちょっと物は試しに見てみるかってやついたけど、今日は誰一人そういう人がいなかったから、めちゃめちゃやりやすかったです。やっぱりあれなんですよ、治療ってすごいこう多角的な面があるんですよね。最初は視覚ぐらいの面しかないんですよ。6面ぐらいしか多分ないんですよ。解剖学学んでね、触り方学んで、栄養学学んでとかね、そういう基本的なところで、多分最初正方形ぐらいの面しかないんですけど、いろんな治療法を学ぶことによってね、どんどんその面が増えていって、それがね、もう8面体になり10面体になり、どん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 ね、増やしていくと、こう丸くなってくるんですよね。丸に近づいてくるんですよ。分かりますよね。面が増えるということです。だから、その面をね、増やしたい人には、ぜひこの作品を見ていただいて、指からも手からもこんなに変わるんだっていうことを、ちょっとぜひ発見していただきたいなと思って。ただこれでね、全部シェアはできてないんですけれども、これをヒントにまたね、皆さんで考えていただく、で考えられる治療科も僕はぜひ作りたいなと思っているので、皆さん頑張ってね、一緒に考えてやっていきましょう。